せてもらいたいと思います。それでは呼んでみたいと思います。ナミヘイさん、皆さん大きな拍手をお願いします。こんばんは。こんばんは。ナミヘイです。2年ぶりに戻ってまいります。どうも皆さん、こんばんは。人工透析の先生、こんばんは。いやいや、本当にたくさんのお客様でありがとうございます。改めてご紹介いたしましょう。ドラマ片石さんコロニで伊藤の成平役を演じられる片岡鶴太郎さんです。どうもこんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。今日はお招きいただきましてありがとうございます。実はね、町子先生のディスタンスの方で、取材に行きまして、ですから、この辺はこう2回、3回目に来ました。今日、行っていただきゃったんですか？今日行ってきましたよ。長谷川町子ですか？いやー、もちろんね、原画も見れるのもいいんですけども、長谷川町子さんがコレクションしてるね、絵画がものすごいです。まあ、私、それにちょっと感動しておりまして、あとで、ゆっくりまた拝見しようと。ありがとうございます。ねぶた祭りは今年で10回目を迎えるんですけれども、青森などでも晴れたことなどございますか？ありますよ。青森の本場の、ねぶた祭りは、ね、3回ぐらい行ってます。ボクシングの畠山ちゃんとか青森ですから、それで行ってます。それでねぶた、そしてねぶたっていうのは青森ねぶたと、あと弘前ねぶたもある。これ弘前、弘前ねぶたのこの日、私は絵を描いてます。絵を描かれてる。ですからもうねぶたはもう本当に、馴染み深いです。鶴太郎さん流の金